2020年4月16日緊急事態宣言が出され、海桜的にも様々なイベントが中止延期を余儀なくされた。そんな中、少しでも皆さんに元気になってほしいと考え、我々は YouTube ライブ配信で笑顔を届けることを決意した。これは慣れないライブ配信と試行錯誤する男たちの記録である。はい、お昼休みはウキウキウォッチ、お調子お調子いい子も、お昼休みはウキウキウォッチ。皆さんこんにちは、みんな見てるかな、メッセージ送ってね。コロナの、状況で海桜のゴミ拾い、延期が続いていて、皆さんに会えないのを本当に寂しく思います。ですけど僕たち海桜としてはですね、本当に一生懸命、準備をしていて、いつでもクラウチングスタートでスタートできるような、気持ちでやっておりますので、このコロナの時期我慢して、みんなで我慢して、いろいろ大変だけど本当に我慢して、いつか6月なのか5月なのか7月なのか分かりませんけれども、準備万端にしとくので、絶対海で、江ノ島の海で、笑っていけるように、皆さんもコロナに気をつけてくださいね。初めてなんで、これが生配信されてるらしいんですけれども、こうやってみんなのメッセージも見れるんですよ。ロビンマスクも現れましたけれども、後ろの方は気にしないでください。マコチン。やめなさい。やめなさい。みんな元気ですか？本当に。本当に会いたいっていう気持ちで、もう初めてなんですね。2005年から海、ちょっと静かにしてもらっていいですか？はい、頑張ります。スタンプ、みんな心配してるかもしれません。2ヶ月こう空いちゃったから、スタンプ押さないのって、もう、次の再開の時にはですね、その延期にした分のスタンプを押しますので、ご安心ください。嬉しいなぁ。本当に。結構泣けてきますね、これね。とりあえず僕たちは、本当に明るく、コロナは本当重々気をつけながら、明るくやってきますので、また江ノ島からも送れたりね、こういうなんか配信できたりしたらななんと思ってます。この間行った時は江ノ島やっぱり人は少なかったですか？江ノ島はですね、土日はなぜか多かったんですよ。あら、そうなんですね。やっぱりもう家にいたくないっていう人の気持ちがわかるけど、うん、今はね、みんなで頑張んなきゃいけないから、はい、海も行かない方がいいのかなと思いますよね。だけど分かるんだよな。もう家にずっといたり閉じこもってたら海に行きたい気持ち。じゃあまた。ありがとうございました。お昼休みはウキウキウォッチ、チコチコチコチンと、お昼休み。皆さん、こんにちは。4月の17日金曜日、元気ですか？海桜ライブ配信、始まりますよ。パート2。今日はですね、コロナの影響でみんな、家にいるような状態だと思いますので、僕たち朝、まずこう、仕事の前に、心を落ち着かせる上で、コーヒーをゆっくり入れるっていうことをですね、やっております。このやつに、俺も気持ちね、自分の気分次第でポンポンポンってこうやって入れて、おいしくなれ、おいしくなれ、おいしくなれ、どっかいっちゃ。ここに粉をですね、入れます。こうやってブーって。お湯沸きました。まずこの沸騰したお湯をですね、ここに入れます。それを、このコーヒー豆のところに、いきますよ。これを置いて、まず蒸らすそうです。ちょっと入れて、こうやって蒸らすんだそうです。ちょっと入れて、ちょっと休むみたいな感じです。こんな感じで、ほら、コーヒーができてきてますよ。はい。じゃあちょっと飲んでみましょうかね。
これがね、いつもまずいんです。僕たちが作るコーヒーは。よいしょ。いい香りですね。いきます。まずい。それでね、今回は、はい、なんと、こちら、うん、キャンドル。あ、これキャンドルなんですね。そう、これキャンドルですよ。おしゃれですね。誰が作ったかというと、ええ、キャンドル・ジュン。あの、ろうそくを見ながら、こう、瞑想すると、うん、何かすごい心がリラックスしてね。あ、ろうそくの火はいいって言いますもんね。ね。はいはいはい。早速ね、ええ、つけてみたいな。あ、これをですね。ええ、火をつけます。はい。そしてまずマスクを取ります。そうですね。で、キャンドルに、キャンドルに火をつけますよね。タバコやめなさい。いきますよ。こうやってしかつかないんですよ、はい、ああ、そうなんですか。さっきね、つかなかった。練習してほら、つかないでしょ。あ、ついたついたついた。みんな火は気をつけようね。ほらほら、ちっちゃいくて、しかも消えそう。みんな見えるかな、ろうそく。こんなにちっちゃい。思ってたのと違う。いいの、このろうそく。何でもいいんですよ。何でもいいから、こうやってろうそくをこうやって置きます。はい。で、このろうそくをですね、こうやって見て、ええ、深呼吸、鼻から息を吸って、うん、ろうそくに向かってやっちゃうと消えちゃうから。消えちゃいますね。ここで鼻から息吸って、うん、あ、上に。で、ろうそくを見ます。ええ、ろうそくを見ながら目をつぶります。あ、目をつぶっちゃう。目をつぶった時にろうそくが見える、見えますか。何を言ってるんですか。これがキャンドル順的瞑想。そうそう、これで心がこう落ち着くまで、目を閉じてもら、炎が見えるぐらいまで心を落ち着かせる、うんうんうん。そうするとね、僕もやったことないんだけど。ないんかい。続きまして、ええ、なんかね、あの、最近手の洗い方動画をいろんなね、有名人が、あ、やってますね。出してる、はい。みんな普通の手なんですけど、はい、僕の手はですね、甲に毛が生えてるんです。やっぱり人それぞれも手があると思うんですよ。もちろんあります。古沢流手の洗い方っていうものを今日はやりたいと思います。うん、ここに石鹸があります。あ、いいですね。まずこう出します。はい。出します。はい。まずこう、これを顔に塗らないように。それはそうですね。そうですね。はい、ハンドソープですから。ハンドソープ、はい。まずこうやってやります。あ、いいですね。次次。爪の間って言われてる。ああ、なるほど。爪の間をこうやる。はいはいはい。いや、爪をやってください、爪を。爪をね。ゴ、う、マ、ん、をするんじゃなくて。うん、そうそう、爪をこうやってやるらしい。はい、で、僕の前手にね、はい、毛が入ってるから。はいはいはい。今日はこの水でね、手を洗う。はい。はい、まあ、これででも大体、これで綺麗になりました。ウイルスは落ちましたね。ウイルス落ちた。はい。だけど、僕の場合、うん、じゃん。はい。やっぱりリンスでね。リンスいらないでしょ。最後、毛はリンスで。リンスいらないですよ。匂いとサラサラ感も出て楽しかった。初めて見ましたよ。手の甲にリンスつけてサラサラにしてる人。最悪だ。えんてててて、今日も断じゃないぞ。最悪だ。えん、おい。俺の場所はどけ。最悪だぞ。冗談じゃないぜ。冗談じゃないぜ。こんにちは、舘ひろしです。そう、寝てる人、ウェイクアップ、ウェイクアップ。おい、ニュージーバケン。今日は舘ひろしです。これ、柴田恭平だから。このコロナの時期に、はい、この目の前の人たちが楽しんでいただければということで。なん、ワイン。ワインといえば、勝慎太郎か舘ひろし。そう。そこで今日は、ええ、
このガンを着てですね。なるほど。柴田恭兵とタチが混ざってますけれども、世界最強の、世界でたった一つの、フランスの、ボルドーの、ワインをご紹介したいと思います。はい。今日もボルドーを逮捕しようかな。ボルドーを逮捕しようかな。泥棒とボルドーをかけて。さあ、今日は一体何を紹介してもらえるんでしょうか。はい、今日はこちら。ジスクール。このジスクールは、愛する人に、愛する人と一緒に、僕もたまに愛する人と一緒に飲みたいとプレゼントします。そう、愛する人はあなたです。なるほど。そして、はい、そんな君に、ズキュン。今日はこういう感じでお送りしたいと思います。はい。はい、それでですね、ええ、まだ仕事中なので、今日はお酒じゃなくて、まあ、ただのこのファンタグレープをね、飲みたいと思います。いや、今日は仕事中なのでって、仕事中にこんなことしてるっていうのもあるんですけどね。ね。はい。じゃなくて、こう、ワイングラスで、ジュースを飲むだけで気分も。なるほど。いきますよ。ええ。回して。いいですね。いい匂い。で、飲むと。はい。こうやってジュースもね、ワイングラスで飲むだけで、また。確かに。はい、ちょっと気分が高まりますよね。そうでしょ。ええへへ。早いですね。ウェイクアップ、みんな、ウェイクアップ。思い出したようにやりますね。ね。っていうか、今日もハリウッドから。はい。スパイダーマンさん。ええー。スパイダー最悪だるぞ。ええ。今日だじゃあ、全然。出た。出た。ありがとうございます。そして今日はですね、みんな外に出られなくて体がなまってるんじゃないかっていうふうに思ってます。そこで本気のラジオ体操を皆さんにお届けしたいと思います。ラジオ体操というのはそもそもラジオから流れてきている音楽なわけであるので、決まり事なんていうのはないと思うんですよ。ラジオの音を聞いて自由に、そして本気でラジオ体操をみんなでしたいと思います。それではミュージックの方をスターティング。じゃあ皆さん、また来週。バイバイ。ウェイクアップ。はい、やった。だって問題です。今まで何回ウェイクアップだったでしょ。どうも。バイバイ。いかがだっただろうか。うまくいかない時間はあるが、それは楽しく元気になってもらおうという熱意からのものであるので、どうかご勘弁いただきたい。我々はその後もライブ配信を行い、最終的には自分たちが楽しくなきゃ意味ないよねという境地にたどり着いていく。その模様はまた後編で。